ガンズ&ローゼスのスラッシュさんとかね。で、金色だから派手かと思うんですけどね、こう色自体は、ね、すごく実はシックなんですよ。だからどっちかっていうと、まあ僕ぐらいのおじさんが持つと似合うかなっていう感じの。で、僕の友達がね、シャレでここにギブソンのロゴを入れてくれたんですけど、このギター自体はギブソン社で作られたものではないというところまでは分かりました。おそらくなんですが、ESP 系列で制作されたギターのようです。なのでギター自体は、ね、すっごくしっかりできてて、音もいいんですよ。ネックの接合とかね、あと作り込みなんかもすごくさすが ESP という感じで、いいギターです。でね、今回ね、このヘッドの部分ね、見えますかね、ヘッドの部分の塗装をね、再塗装しました。友人がね、いい感じで塗装してくれたんですが、ちょっとやっぱり傷がね、つきやすかったんで、僕がラッカーで薄く仕上げて、今回は、梨地の、艶消しともちょっと違うんですけど、梨地の塗装をしました。で、まあ、丸2日3日かかったんですが、全部のここのパーツ外しましてね、全部塗装し直しました。結構ね、友人のアドバイスもあって、うまくいきました。あとね、もう一つ、これは仕方がないことなんですが、ペグ、この糸巻きですね、糸巻きがどうしても傷むんで、まあチューニングだったり演奏したりしてる最中に、で樹脂部分ね、この部分が割れてしまったんで、今回ね、ギブソン社のものではなくて、日本の、後藤さんから出ている、ペグを2弦だけ使用しました。で、今回使えたんで、このボディにね、ちょっと頃合いを見て、全部のペグをね、後藤さんのものに交換しようかなと思ってます。どうもね、後藤さんのペグの方が音の立ち上がり早いですね。で、音自体はこんな感じの音がします。ちょっと聞いてみてください。音の立ち上がりはパーンって立ち上がりそうでいて、なだらかにスッってパーンっていうのがね、とっても気に入ってます。ピックアップがね、1990年頃に製作されたオレンジ色の樹脂がついたピックアップがついてるんですが、これもね、残念ながらメーカーに関してはわからないんですね。ですが、今聞いていただいてわかるように、ちょっと出力が弱いんですけど、とてもね、まろやかないい音がします。耳障りじゃないね。リアに関しては、これも申し訳ないんですけど不明なんですが、まあ、徐々に調べていきたいと思いますが、リア側に関しては一般的な、国産のピックアップに近いような音がします。ちょっとリア側の音も聞かせしますね。あ、ごめんなさい、リア側の音も聞かせしますね。リア側はこういう音なんですよ。ピックアップっていうと割と硬くて、立ち上がりが早くてね、耳障りなイメージがあるんですけど、このピックアップね、すごく今聞いていただいたようにね、もう柔らかいんですね、音が。で、なぜフロント側とリア側とでこんなにも音が違うっていうと、まあ、物理的にね、この位置によって弦の振動に対してね、磁力が発生して、音が出るんですが、位置によって当然違うわけです。リア側っていうのは割とソロを取ったり、ギターソロをね、弾いたりするときにリア側を使うことがあるんですが、僕は正直あまりリア側のピックアップを使うことは少ないんですが、
このギターを持ってからね、積極的にリアのピックアップを使うようになりました。あのすごくねキーンっていう音が入りにくくて、聞いていて自分でもね、聞いていても弾いていてもとてもね、あの気持ちいいんですよね。一番大事なのはやっぱり気持ちいいかどうかなんで。もう一つね、フロントとリアをこのスイッチで切り替えるんですが、真ん中にするとミックスっていう状態になります。フロントとリアのピックアップの音をね、ミックスした状態、そうするとね、こういう音になります。いいでしょう。あの2つのピックアップがミックスされて、ちょうどここら辺のギターのね、一番おいしいところを全部拾ったような音なんですよ。でこれなかなかね、普通はミックスでいい音を出すっていうのは難しいんですけどね、これね、結構ただミックスにしただけですごくいい音がするんです。ちょっとこれに驚かされました。で、今回ね、ネックもすごくちょっといつもより一生懸命合わせてみたんですけど、まあ古いものだし、前に使われてたオーナーの方がね、あの相当引き込んだようで、フレットが結構減ってるんですが、これもこれを見てね、打ち直しをしたいと思います。打ち直しっていうのは、フレットを外して新しいフレットをこう、交換していくんですが、そういう作業もね、おいおいやっていきたいと思います。今回ご紹介したのはね、ESP 製と思われる、まあ、ESP 社の方ではおそらくうちで作ったものだろうというふうにおっしゃられてたんで、 ESP 製の、ゴールドトップのレスポールでした。塗装は自分でしました、うちの工房で。とてもね、いい感じに仕上がりました。音もいいですし、とても気に入ってます。皆さんもね、ぜひ音楽を楽しんでください。それではまたお会いしましょう。 See you next time です。